従順洋艦マヤ従順洋艦とは軍艦の一艦種である巡洋艦の中で大型のものを言う。1930年のロンドン海軍軍縮条約で定義された艦種で条約においては6.1インチを超え8インチ以下の艦砲を搭載する1万トン以下のカテゴリー A の巡洋艦を指した。条約執行後は1万トンを超える艦も建造されている。 従順ト略すクス。また当時は、大順、高順とも呼ばれた。巡洋艦は1922年のワシントン軍縮会議で締結されたワシントン海軍軍縮条約によって、方向計5インチ超過8インチ以下で、基準排水量1万トン以下の艦と定義された。これを一般に、条約型巡洋艦という。それ以前、大日本帝国海軍は、 アメリカ合衆国海軍のオマハ級 k 巡洋艦の出現に脅威を感じていた。1923年計画艦として1922年11月に飛行された新型の巡洋艦は直前に締結されたワシントン条約に定義された方向形制限のほぼ上限である20センチメートル砲搭載のものとされた。後の巡洋艦、古高である。 それに刺激された列強は、この巡洋艦が条約上主力艦のような厳しい保有比率制限を受けない補助艦艇扱いであったため、これに着目して主力艦に匹敵しうる戦力として位置づけることとなり、条約範囲内ギリギリの艦の開発、建造にしのぎを削り、巡洋艦の艦艦競争に拍車をかけることになる。しかし、日本の妙高型や、 高尾型の能力に脅威を抱いた列強は、補助官邸も含めた新条約の締結を起都し、そのために軍縮会議が開かれた。この会議で締結されたロンドン海軍軍縮条約において、方向計6.1インチ超過8インチ以下の巡洋艦をカテゴリー A、方向計6.1インチ以下の巡洋艦をカテゴリー B と分類し、保有制限枠を設けた。 そして、前者が重巡洋艦、後者が軽巡洋艦と、通称された。日本海軍の正式な分類では、前者は一等巡洋艦もしくは後巡、後者は二等巡洋艦もしくは乙巡である。なお、ロンドン海軍軍縮条約で、軽巡洋艦、重巡洋艦の分類が生まれたが、軽巡洋艦は、従来の防護巡洋艦から発展した艦種として、それ以前から存在している。 軽巡洋艦と重巡洋艦の違いは、手法の後継のみであり、古高型巡洋艦の誕生の過程を考えれば、重巡洋艦は、軽巡洋艦から、派生、発展した艦種といえる。重巡洋艦は、基準排水量1万トンの制限のため、自ら搭載する艦砲と、同口形の敵弾に耐えるほどの装甲を備えることが、できず、 その低い防御力などのバランスの悪さが指摘された。事実、日本やイタリアでは、基準排水量1万トンの制限を超過する、従順洋艦が建造されるという違反行為が見られた。ロンドン海軍軍縮条約の執行とともに、基準排水量1万トンを大幅に超過した、従順洋艦が建造され、デモイン級従順洋艦のように初期の戦艦の、 基準排水量すら量がする艦も生まれた。また、日本海軍は、条約執行以前から執行を見越し、155mm 放送日の軽巡洋艦として他国に通告して、建造開始した艦において、その計画段階から、条約執行後は 203mm 砲に換装する、ことが予定されていたものがあり、手法が 155mm である以外は、 排水量においても走行においても、重巡洋艦並みで設計された。この手法換装予定は、機密事項であった。最上型重巡洋艦はこれに従い、155mm3 連装手法等を持つ姿で竣工し、条約執行後に 203mm 連装法に換装した。ト根型重巡洋艦は建造途中に、 条約執行したため竣工時点で 203mm 連装砲を装備した。どちらにおいても日本は 203mm 連装砲への感想を他国に通告しておらず、公式の分類上は第二次世界大戦終戦まで軽巡洋艦であり続けた。第二次世界大戦後は艦隊艦ミサイルの出現とともに、 艦船に代行警報を搭載することの意義が薄れたため建造が行われなくなり、巡洋艦における軽巡と従順の区別も自然に消滅した。なお、史上最後の従順は1949年に収益したアメリカ海軍のデモイン90巡洋艦3番艦ニューポートニューズであり、主兵装は艦砲のままミサイル巡洋艦に改装されることもなく、 1975年に退役した。ロンドン海軍軍縮条約に従い、艦首に従順洋艦を加え、アメリカ海軍公式略号において、過去に総甲巡洋艦に割り当てられていた CEA を受け継いで名乗った。それまではすべての巡洋艦に CL の略号を使用していた。艦名はいずれも山の名である。例外として、 二等巡洋艦として計画された過去、最上型、トネ型がある。また、昭和17年に、総甲巡洋艦の役もと、出雲型が一等巡洋艦に分類される。艦名は、都市名に由来する。英海軍は、巡洋艦の性能より、積数、戦闘能力より、航用能力を重視し、従順ではなく軽巡の開発、配備を行うようになった。 ありがとうございます。